はい、どうも、りょうへいでーす。よろしくお願いします。はい、ということで本日は、こちらのね、翔平さんのオープンワールドのファーストソミット、こちらを磨いていこうと思います。まあね、キャメル系で、やっぱどうしてもね、大体は僕ら剣法ですよ。まあ荒川沿いのね、河川敷でやってるんで、どうしてもやっぱ汚れが、公式の黒土の汚れとかっていうよりかはなんかじわーりとキャメルのグローブについてくるような汚れがね、こっち見やすいかな、はい、出てきちゃっているので、汚れ落としささっとやりつつ捕獲していこうと思います。じゃあね、まず最初はこのワイルドペガサスの2ウェイブラシで砂ぼこりポポローンと落としていきます。砂ぼこりだけだったら正直これだけでもねいい気もするんですけど、まあ、ちょっと捕獲必要かなっていうのがあるので、まあ、今日は捕獲もやっていこうかなと。まあね、本人はね全然オイル磨かないからね、ピースじゃねえんだわ、ラブワンド平和求めてんじゃねえよ。よくあるのがなんかその捕獲してる時に結構まあ変わって擦れてくるじゃないですか。で擦れてくるところに見えない砂ぼこりが溜まってって重くなる、見える汚れ以外にも実は特に河川敷のグラウンドとかだと砂ぼこりが溜まっているので、まあ、そういったところはね必ず磨く前に、ブラッシングは仕上げるといいんじゃないかなというふうに思います。背面はでもそんなに汚れてないのかな。はい、ということでこれね、砂ぼこりをパパッと今落としてきました。じゃあちょっとね汚れ落とし、こっちかな、リアクティブじゃねえや、汚れ落としですね、こちらの IP セレクトのモイストリムーバー、こちらで汚れ落とししていきます。こちらね、完璧な液体タイプの、汚れ落としになります。じゃあこれをねシュッシュッとやって、じゃあまず内面から汚れ落としていきます。うん、やっぱキャメルだからどうしても最初は乾くまでは色が落ちてないように見えちゃうんだよね。そこはまあしゃあないかなと正直思いますが、こっちにはしっかりと汚れが落ちてるのが分かるので、要は時間ちょっとかかるっすけど汚れ落としは本当にしっかりした方がいいかなというふうに思います。まあでも液体タイプなんでそんなにね油分が多いわけでもないんで乾燥はまあ比較的早い方だとは思います。黒い汚れもちょっと茶色い汚れも、まあ、やっぱり落ちるは落ちるですね。まあキャメルなんで汚れがすごい目立つんですよね。そこを、まあ、どうやって何の汚れ落としを使って落としていくかとか。でもだいぶ翔平さんのこれはオープンワールドはかなり柔らかくなってるので、捕獲系が強めの汚れ落としとかはオールインワン系のでやると、まあ、捕獲剤も結構入っちゃっているので、まあ汚れ落としだったら汚れ落とし専門でやった方がいいかもしれないです、重くならないグラブオイルを最後に、乾燥した後に塗っていってあげるっていうのが一番いいんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあなんで手っ取り早くやりたい時なんかはもちろんね1個でこれ1個で完結しますよっていうのも全然ありだとは思うんですけど、時間がある時はこうやって分けて、段階踏んでやってあげた方がいいかなと正直思っています。だいぶパサパサしてきたね、このグローブのこの内部って言ったらいいのかな。まあね、僕も正直言うと最近自分のオイルもグローブもあんま磨いてないんですよね、いろいろあって。まあ自分のはディオさんのディオレザーにしたんでプロテオス油もみをしたから内部にだいぶまだ油分が残ってるんですよね。っていう点であんまりオイル塗らないようにはしてるんですけど、やっぱ、ブラッシングでの汚れ落としっていうのは、するようにはしてます。でブラッシングの汚れ落としと、ツヤ出しのブラッシングだいぶ結構ね、ツヤが出るようなこともあるので、まあそこもね皮の疲労をちょっと見ながらやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあね正直これ言っちゃおしまいですけど、キャメルは100落とすのは無理で、まあね落としてるのが分かりやすいのも、まあ、キャメルとかそういう色がね、薄い系のグローブではあるんですけど、まあだから手入れ感を一番出しやすいのは分かりやすいのはキャメルだけど、ゼロにするのは無理ですねやっぱ。まあどのグローブでも見えてないだけで実際そうなんですけど、そこはちょっと気をつけていって、あれですね、使い方でこまめにやっぱ常日頃から汚れ落とし、砂ぼこり落としとか、土の汚れ落としとかっていうのは常日頃からしてってあげるといいんじゃないかなと。まあそうすればね、ポケットのカサカサっていう点も出なくなってきますし、やっぱポケットのカサカサが出てくることによってそこに砂ぼこりとか入り込んでしまって、まあどうしても落とせなくなって色が変わっちゃうとかっていうのもあるので、まあそこは日頃からブラッシングだけでもしてあげるといいかなと思います。じゃあとりあえずね今ちょっと汚れ落としの方はしてきました。まあそんなにこのねモイストリムーバーちょっと油分多めなので水分が多めで油分少なめなので塗った感じは全然
ベトベトはしない、まあ重くならないっていう系のタイプの、オイルとなりますね。なんでこれでちょっとしばらく、乾かそうと思います。レザーローションとかで汚れ落としする場合は半日から1日置いてから、次の時間がある時はね、やった方がいいかなと。で捕獲をする場合はですけど、もちろん、ね、レザーローション塗って終わりで、ブラッシングして終了でももちろん問題はないんですけど、ちょっとレザーローション系だと、1日置いた方がいいかなと正直思います。乾かしていくっつったけど結構きついな汚れが。まああとね、キャメル系のグローブってカサカサでなっちゃうこともあるんでね、色が変わってる風に見えるっていう、扱いは本当に難しいと思います。僕はピッチャー用しかキャメル持ってないんで、あー内野用持ってるか1個、でもほぼ使ってないんで、あんまりその手入れとかっていうのはあんま分かってないですけど、ちょっと難しそうだなとは感じますね。じゃあちょっとまだ内部乾いてなくて、外はだいぶ乾いてきたので、外をちょっと塗っていこうかなという風に思います。まあ外はね、まあちょっと重点的に柔らかくなっちゃってるのであれなんですけど、ラナパを薄く塗っていこうと思います。本当に薄くだけ、こうやってブラシにつけて、均等にいくように、僕の場合はします。本当にちょっとしか取ってないんで、まあ、ラナパとかもねどうしても、まあ、重くなる、毛穴を締めちゃう原因にもなりうるので本当に軽くでいいです。毎回毎回動画で言ってるんですけど、まあ、本当に軽く塗ってって、こうやってブラシにつけてちょっと背面こうやって撫でてあげる程度ぐらいにしておかないと、一番やっぱ、グラブ重くなる原因に、これはちょっとね正直言うと重くなるタイプのオイルではあるので、まあそこはかなり薄くでも伸びるように、まあちょっと工夫してね、ブラシにつけて塗ったりだとかで均等にいくようにするっていうのが、まあ、コツかなというふうに思います。これでもだいぶもう来たんじゃないかな、こうやって、うん、まあ少ししか塗ってないんで、そんなべったりとね、下しっとり感っていうのは戻りはしないんですけど、まあ多少なりとこのツヤっていうのは出てきたりとか、まあ捕獲されてるよとパサパサじゃないよっていう感は分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。よし、こんなもんかな。じゃあ内部も乾いてきたんで、ちょっと内部もねオイル塗っていきましょう。でまあ使うのはこちらですね、ジェルタイプのオイル、ザナックスのベストコンディションキープっていうジェルタイプのオイルを塗っていきます。これもね、水分多めなのでそこまでベタっとしない、こういったジェルタイプのオイルとなっています。はい、じゃあちょろっと取ってね、ポケットに伸ばしていきましょう。こんな感じで、まあ、これは色変わって問題ないです。塗ってる時は塗って乾燥したら色戻るんで、もちっとした感じのタイプのオイルとなってはいますが、水分が多めなので重くはならないよと、浸透性もすごくいいので、すぐに乾いてくれるし、余分な水分はスパーンと抜けていってくれやすいタイプのオイルです。はい、ということで今ねこうやって、塗ってきました。これちょっとかすれてる部分とか水分多めなジェルタイプのオイルを使っていたのでちょっとね黒くはなっている風に見えますが、これちょっと乾いた時にどうなってるかっていうのも見ていきながらちょっと時間を置いてこようと思います。はい、ということでだいぶ乾いてきたので、最終仕上げやっていこうと思います。最後はねこれで走行種平裏をちょっと塗っていこうかなという風に思います。お、うん、石鹸の匂いしますね。やっぱそんなに、まあ、翔平さんのこのオープンワールドは大丈夫なんですけど、平裏ね、しっかりとやっとかないとこっからね、パサパサ汗だったりとかの水分で手汗とかでね、パサパサになってしまうとか汚れも溜まってきやすいところなので、まあ少しずつ捕獲っていうのもたまにでいいので、仕上げるべきなんじゃないかなっていうふうには思います。もう完璧にねこれもジェル状なんですよね。なんでちょっと手にこうやってつけてこうやって中でさーっと、本当にさーっと塗っていくだけっていうような感じです。こうやってもう本当に手になじませて手と一緒にこの中ちょっとニュルッとしていくような感じでしっとり感が出るっていうような感じのオイルです。オイルじゃないんだねこれ。裏側コンディショナー、まあ、髪の毛で言ったらコンディショナーだからコンディショニングを整えるっていったような感じのオイルじゃないんだよね。だからさっき言った通りトリートメントとはまたちょっと違うっていうような感じですね。汚れ落としがシャンプー、捕獲がトリートメント、こういった、まあ、表面を守ったりとかするのがコンディショナーっていったような感じですね、シャンプーでいうと。はい、ということで今平裏も塗り終わって一応こんな感じで、うん、こうやって見ると分かりやすいかな。まあなんかねちょっとカサカサっとした部分はオイルを入れると、色変わっちゃってますが、まあこれもちゃんと捕獲されてるっていう意味では
いいんじゃないかなと、大丈夫なんじゃないかと。まあカサカサになる前にね、できれば、オイル少しほんの少し塗って、少しカサカサなんだなと思ったらほんのちょっとでいいんです。ほんのちょっと塗って、カサカサを防いでいくと、こういう風にオイル塗った時のカサカサっていうのも、色が変わっちゃうっていうのも防げるのかなという風には思いますので、まあただね、色変わっていても、捕獲はしっかりと逆にされている証拠にはなりますので、適度にオイル塗ってって、適度に汚れを落としてってやっていくと、ずっと綺麗な状態で保てるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日はこちらのオープンワールドのパスビットのお手入れの方をやってきました。まあ、シーズンもねだいぶ終わってきましたので、ぜひぜひ1年の総括っていう意味も含めてグラブちょっと重点的にメンテナンスしてみるのもありなんじゃないかなというふうにも思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあれしゃー。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。